はい、えー、戦国武将紀行横田忠利湖ここはですねこ難所があるんですが犬戻り猿戻り、まあ、犬も猿も通れないとそれぐらい厳しいものだということですね、まあ、これ旧町名になってますけど教育委員会の名前になってますね、えー、神五郎あの伊名ですね、えー、当時ですね岡部元信公と一緒にこの高天神城を守っていた横田公なんですが。 まあ、田田敏子はですね、まあ、その、まあ、結果するとと生き延びるとで同じく守っていた岡部元信子は戦死するということになってちょっと生き別れになってしまうんですが、えー、要するに勝頼公に救援を求めたわけですが、えー、勝頼公ちょっとどうしても来れないいろいろな事情があってですね、まあ、岡部元信子は戦死と。 この方はですね、こを脱出したんですが馬を馳せて、まあ、当然あの細い道なんですがなんとか馬を通してですね、尾根続きの1 0 0 0ル、1キロですよここまだまだ続くんですが信、えー、州から、えー、甲州へと抜けたと、まあ、かなり遠回りして、ねえー、帰ったらしいですけどでこの難所を犬戻り猿戻りとも言うらしいんですよね。まあ、これはあのお城の地名という形になりますが、 まあ横田忠利、えー、子についてちょっと簡単に話をしますと、まあ、この方はですねあの横田忠利子の、まあ、娘婿であった横田安影公の、えー、子供なんですね。でまああの主人公に仕えて三、まあ、方柄にも出てましたけども長篠、えー、の戦いでですね えー、勝頼館の大人になって長篠の戦いでですね、えー、父も亡くなり、まあ、親族とか家臣も亡くなってしまってですね、まあ、直接勝頼に、まあえーまあ、人材不足でしたっていうのもありますけど若かったんですけども、まあ、足軽大将ということでですね、えーまあ、この高天神城にですね元の岡部元の僕と一緒に入ったんですけども、まあ、いわゆる上代首相っていうんですかね、えー、上将ということでですねで徳川軍の、えー 攻撃にさらさられてです、ね、まあ指揮を取ってたのは家康公だと思いますけどまあ一万の軍で、えー、ここに攻め込んできたとでその時にまあ結果は落城するんですけども、えーまあ、そのことはね、まあ、勝頼公のところでちょっと話してますが、えー、横田公はですね、まあ、その勝頼公に対してあの元信の公はもう決死の出陣と、えー、もう守ると討ち死にかどうかというところだったんですけどこの方はねどうもここはもう その高天神城にこだわっってなかたたみたいですよね、まあ、武田も徳川もここの城にこだわりすぎてたのかもしれませんけど、まあ、ここを取られたからといってね、まあ、あのやっぱ当時は織田家が軍を抜いて力をつけてましたからもう日本の3分の1ぐらいは織田領でしたからね、まあ、あの毛利とかあちらはちょっと一番のぞきますけど、まあ、中心になる京都や近畿圏も抑えてましたから、まあ、実質、えー 天下人ですよ、まあ、そのような時代にですねまああのここをどうでも必修しなきゃいけないっていう状況でもなかったような気もしますけどもね、まあ、ちょっと見てみましょうかねえっとねここはあの長いんでちょっと前も行ったんですけどかなりあるんでえっとここを抜けていったよっていうその雰囲気ちょっと時間もないんでねすいません1キロもちょっと往復2キロ歩く時間ないんでまあ,あの似たような道ですよあのさっき堀割とかここ見てください。 90度ぐらいの崖ですね。これ馬を出したんですかねまあ馬通れますけどねこれですよこれをねただとし子は抜けて貝へ落ち延びたんですよあのこちらはね攻めきれないってもう崖ですよねこんなん落ちたら死んじゃいますよねこっちはまあここは一部崖ですけど要するに三方が崖ですからああここをね 子も部下を数人連れてそんなにいなかったはずですから15人でしたっけ、まあ、何人か連れて行ってここを通ってこの痩せ尾根ですよまあ、登山用語でいうと馬の瀬とかねよく言いますけどねちょっと登山用語を使っちゃいますけどそういうふうに見えるんですよね、本当に馬の瀬。 えー、あの辺までちょっと、ね、アップダウンが激しいので,でもここを逃げたのは間違いないでここしかないですからねこんなとこ馬で降りるわけないですからやっぱりこの道を辿ったと,ということはここをただ年こも歩いたんだと歩いたというか馬で,です、ね、これですよまた登って降りて,てこれずっと延々とですね奥の方ちょっと見えるか見えないか、えー、これこんな細いんですよ、ね、山登りの人だったらねなんだか歩けるでしょうけど。 体力不足の人間にとってはねちょっと難しいです,すごいですよ目もくらむってこのことでちょっと危ないですよね本当ね、まあ、こっち通る方はほとんどいませんから観光客の方でまあ,あのこういう道だということだけちょっと、えー、確認ということでご理解くださいちょっと私も体力不足というかあの往復2キロはちょっときついんですよベンチなんかもねありますけどまあ、時間があればねあのまた来たいと思いますし、まあ、来るなら冬でしょうね 夏はちょっときついですが延々とあこの辺は少し広くなってますがあれに、ね、気がありますけども、えーまあはいえー、高天神社の落城の際ですね、えー、横田忠敏子が、まあ、甲州へ勝頼ののとへです、ねまあ、知らせを持って、えー、逃亡したと逃避したというルートを少し歩いてみました。まあ、ちょっとね、本当に。 100m ぐらいしか歩いてないと思いますけどもこちらが本丸の方ですよね奥の方ですけどもねはい以上です。